チャオ、あっちゃんです。来週月曜日、3月16日、あっちゃんの、奈良カラオケ会をやりたいと思います。3月16日月曜日、大和八木駅前の、どっちの北側になるのかな、大和八木駅北口にあるジャンカラ大和八木駅さん。八木駅店さんで、カラオケ会をやりたいと思います。で、やっぱりね、今回もお部屋をね、準備するのに、あんまり多すぎるとちっちゃいお部屋で借りると、ね、入れなくなっちゃう。で、大きなお部屋を借りて、少人数やったらね、お店にも失礼に当たるんでね、ある程度の人数を把握したいんで、表明してほしいです。で、コメント欄か、メールかで表明してください。で、コメント欄に表明したくないねんって人はメールでも大丈夫です。メールこの動画の下に貼ってます。そこに送ってください。直接まっちゃんに連絡いただければ人数把握したいと思います。もちろん、ライブ中とかにね、また行くよっていうのも大丈夫ですけどもね。まあ、表明はよろしくお願いします。でも、当日予約、当日ね、朝から人数把握で、当日突然参加っていうなると入れないかもわからない。っていうことでよろしくお願いします。で、今回ちょっとね、コロナ、発症でね、ちょっと今騒いで大きくなってるんでね、一つだけ注意点、一つだけっていうかね、ちょっと注意点があるんだけどもね、コロナ保菌者さんは来ないでください。もちろんです。自宅療養してください。で、自己申告になるけども、朝から必ず熱を測ってきて、朝からというか今日から、もし参加する人は今日から数日間熱を測ってください。で、37度。37.何度かな以上ある人、37度以上ある人は控えてください。自分だけじゃないです。視聴者さん全てに感染させることは絶対ダメなのでね、はい、控えてください。あっチャンネルのね、カラオケ会からコロナの患者は出したくないんでよろしくお願いします。で、もちろん、怖いと思います。その中で怖いなと思う人は控えてください。やめてください。で、いや関係ない行くよっていう人おったらぜひぜひ来てください。あっちゃんは行きます。まあ、数人表明してくれてます。だからここは自己申告になるから絶対嘘はダメです。毎日体温だけ測ってください。で、熱ないかだけ確認してください。で、当日キャンセルありです。大丈夫です。予約しないんで、もうこの時期カラオケ屋さんは空いてるんでね、行けるんで、大きな部屋借りることもできるんでね、だからこそやっぱりみんな信頼関係でやりたいんで、熱のある方は控えてください。必ず体温を測ってください。よろしくお願いします。で、咳、くしゃみがある人は、まあ、花粉があるからね、くしゃみとかあると思う。で、花粉で咳が出る場合もある。そういう人は必ずマスクをつけてきてください。ね、他人に感染させてはダメです。ね。で、あとね、まあ、できたら眼鏡を持ってきてほしい。目をやっぱり、目から感染する場合は全くゼロなわけじゃないんで、眼鏡をかけてきてください。サングラスでも何でもいいです。で、マスクはね、もし持ってない人、手に入らへん人、あっちゃんにいただいたマスクが何枚かあるんで、持っていきます。で、またマスク持ってる人がおったら持ってきてくれると思うんでね、まあ、そんな感じで、気になる、咳とか出る人はつけてください。うん、あっちゃんはつけない。もしあっちゃんがその当日ね、花粉で咳出たりするやったらつけるかもわかんないけどね、うん、それで楽しんでもらいたいです。はい。で、まあそこまでして来る人はいてないと思うんやけどね、あんまりね、コロナがあったり熱だったりね、分かってると思うんだけども、まあ、花粉はね仕方ないんでね、この時期ね、まあ別にあっちゃんはいいねんけどね、来る人がやっぱりそういうので不快になる場合があるんで、ぜひぜひマスクしてきてください。うん、で、あと、食べ物に関しては持ち込み OK なんでね、みんなの空間で一緒に食べて喋って食べてたらね、感染するリスクは高いのよ。でもそこはもうね、お互いの信頼関係でしかないので、うん、だからもうほんまにね、症状が出てる人、風邪かもわからへんしって、風邪でもうつしちゃダメです。もちろんね、風邪やんって「あ、コロナちゃうねん、風邪やねん」って言っても風邪もうつっちゃいます。だからそういう人はちょっと今回控えてください。今回限りじゃない、今回ちょっとかなりリスクを負いながらもね、やっぱり3月中やけども、みんながやっぱり自粛で退屈でしょ。だからちょっとやってみたいなと思うんでね、まあ、よかったら来ていただければと思います。はい。で、まあね、もう数人、参加表明していただいてます。今のところ、あっちゃんを含め、7人表明してくれてます。で、どうしようかなっていう人があと数人出ます。約10人ぐらいは集まりそうなんで、そんな感じなんで、またよかったらね、参加表明していただければと思います。はい、で、時間が朝11時開店なんで、11時に行きます。なんでかっていうと、市場に入ると前に誰かが入ってた後、除菌されてるとは思うけどもわからない。でも夜はきっちり除菌されてるみたいなんで、そこはねちゃんからさん推しに押しましょう。で、マイクも室内もアルコール除菌されてるらしいんで、そこは信用して、行かしてもらうと思います。で、大人数でね、広い部屋の方がね、いいかなと思うんで、やっていきたいと思います。もちろんまたあちゃんもいろんなねことやりたいんで、要は全力で楽しみたいと思います。で、朝10時からフリータイム、11時からフリータイムで入ります。もちろん11時間に合わなくて、12時、1時から入んねんっていう人あったら言ってください。大丈夫です。途中から入れるようにちゃんとしておきます。で、途中退出、最後までおられへんねん。7時までです。19時までです、フリータイム。で、19時に終わります。19時に終わって、そこで解散してもいいし、その後、時間が許される方は晩ご飯を食べて帰るっていうのもありなんで、あっちゃんね晩ご飯食べて帰るつもりです。その時、19時に終わって、その後、八木駅の近くかちょっと車で移動するか、何人か来てくれるんで、みんな車に乗り合って行ける、移動できるか、もう駐車場置いたまま、八木駅前って結構飲食店があるんで、そこで晩ご飯を食べるかもわかんない。晩ご飯も、セットで食べて帰ってくれる人と一緒に食べて帰ってくれたら大丈夫です。いや、もう時間がね、早く帰るって人は帰っていただいて結構です。そこはもう、自由参加、自由解散になってるんでね。だから、もう11時に入って3時に帰らなあかんねん。OK です。3時に入るけどもね、一緒に晩ご飯行く。OK です。3時に入って4時まで1時間しかおられへんけど、OKです。ただ料金は一律にかかってくるんで、フリータイムがいくらだかな、そんなに高くないのよ、ジャンカラさん。ただね、一つだけ注意点があって、ジャンカラアプリっていうのがねあって、ジャンカラさんのホームページ見てください。で、ジャンカラさんのホームページ見ていただいたらね、会員っていうところがあるんだけど、会員っていうところをクリックしてもらったらね、アップストアと、Google プレイがあってね、iPhone でも Android でも、ジャンカラアプリっていうのが取れねんね。そこにちょっとね、名前とか登録したら、ジャンカラアプリが入ります。それをしとくと会員価格になんねんね。で、会員価格になって、入れるんで、そんなに変わらへんねん。100円ほどしか変わらへんよな。そんなんやねんけども、会員になってください、ぜひぜひ。で、会員ポイント貯まるんでね、またそれで割引もできるので、他のところ、ジャンカラどこでも効くんで、ぜひぜひジャンカラアプリを入ってください。で、八木駅のね、料金がまたかなり安くてね、フリータイムでね、平日、一般がね、765円です。で、会員が725円。なんぼだ、40円ほどしか変わらへんのか。フリータイムでね。要はね、会員さん725円です。で、シニア会員で65歳以上かな。は、確かね、シニア会員なんで、年書いてないな、シニア会員ではないけど、は、725円、会員価格と同じやねんけどもね。で、学生さんは685円、学生さんの会員は650円とね、ちょっとお安くなってるので、フリータイムです。朝11時から19時まで、会員じゃなくても765円で楽しめるんでね、ぜひぜひ来てください。で、そこにね、飲み放題がね、3種類あってね、フリードリンクでついてくんのよ。ドリンクバー20種類。で、アルコールが15種類ついてくんねんけども、それにねプラス50種類以上の飲み物がついてプラス500円、そこにプラス、90種類以上がついてプラス 1,000 円で、ビールが飲み放題になると 1,200 円。これでもね、全員やらないとダメね。全員同じプランにしないといけないんで、飲み放付きのまんま行くか、リフレッシュコースで50種類増えるプラス500円にするか、そこはまたみんなで相談しようかと思うねんけどもね、それ入れても1人1200円ぐらいです。1265円です。安いでしょ、尋常ってね。だからそれ。で、あとまだ中でもしね、何か食べたらそれは割り勘になっちゃうんでね。1人当たりね、2000円もいらないです。おそらくね2000円ぐらいです。でまたみんなが持ち寄りでね、いろんなお惣菜買ってきてくれたりとかね、する人もいてたり、おやつ持ってきてくれたりとか、あっちゃんもなんかね持っていくんでね、まあ、そんな感じで食べ出してたらね、ほぼほぼ食べるものはいらないと思うんで、で最後までもうしゃべりながら食べてしとったらね、ある程度遅くまでおってもまあまあお腹すかない。でそこからね別に7時から夜の7時で終わるんだけど、7時からまた閉店までのフリータイムっていうのがあってね、でそれが1325円っていうのがあって、そのまま残ってフリータイムで夜までやってくれる人がおったらそれはそれでまたいいです。はい。であっちゃんはまあ7時に切り上げてどっかでご飯食べようかなとは思うんだけどね、それ一緒にご飯食べようって人がおったら一緒に食べてくれたら嬉しいです。はい。で車で来る人絶対にアルコールは飲まないように。はい。でなんだろう、次またね移動する時、八木駅付近で食べたらね駐車場そのまま置いとけるんでねいいかなと思います。で、電車で来る場合は、近鉄大阪線、の大和八木駅です。大阪から来てもらうと、大阪兵庫から来てもらうとね、鶴橋まで来てもらって、鶴橋の向かい側のホームの電車に乗ってもらいます。奈良線の人はね。で大阪線で、もし大阪から来る人、鶴橋じゃなくね上本町で降りて、地下に降りるんで、地上上まで上がるエスカレーターがあるんで、それ登ってきてもらったら始発ホームがあるんで、それに乗ると座れます。で近鉄八木駅まで、急行で行くと。近鉄上本町から行くとね、難波日本橋上本町です。で上本町視察で行くと、上本町の次は鶴橋、鶴橋の次はね布施で、布施の次が五位堂、五位堂で高田、高田で大和八木です。約ね上本町から30分ちょいぐらいですね。はい。そんなところなんでね。で京都から来る場合はまっすぐね京都橿原線で来ていただいたら大和八木駅っていうのがあるんでね、ほぼ一本で来れます。そこはねどこ止まるんかちょっと忘れちゃった。はい。結構長い路線なんでね。で名古屋方面から来ていただくと、近鉄大阪線を乗ってもらって、ずっと名古屋から来てもらって、ね、特急で来るとね、名古屋からやと、伊勢中川から、名古屋伊勢から来るとね、伊勢中川のとこで名古屋は乗り換えかな、直通もあるけどね。で特急の場合は名古屋から来た伊勢中川の次はどこやったっけな、忘れちゃいました多分ね次特急止まるのね名張まで止まらへんかったかな、いや途中どっか止まったかな、忘れちゃったよ。榊原温泉口とか止まったような気がするな。まあまあちょっと調べてください。大和八木駅です。で車で来てもらう場合は24本線、大阪から来る場合は西名阪、郡山インターから24号線を南下してくると、近鉄のガード、近鉄百貨店が見えてくるんで、近鉄百貨店、近鉄ガードの手前を右に行ってもらうとジャンカラがあります。でジャンカラからねぐるっと回って裏側ぐらいに駐車場があります。ジャンカラのホームページ見てください。駐車場載ってるんでね。ジャンカラの駐車場がね、ジャンカラの裏側のね契約タイムズっていうのがあってね、近鉄のガードのところぐるっと回って駐車場のとこ回る1個手前やから、これどこになるのかな、近鉄百貨店の交差点やねを右に曲がるとね契約駐車場タイムスっていうのがあるんでね、そこへ止めてもらうと400円割引してくれます。生産金額2000円以上の場合400円って書いてあるんでね、ぜひぜひそこ止めてください。駐車証明駐車券また持っていかなあかんのでね、駐車券駐車証明書っていうのを発行してもらって持ってきてください。でないと割引できないらしいです。はい。これとそこにね置いたまんま八木駅の南側ぐらいにいろんな飲食店があるんでね、北側にもあったかな、あの辺りであっから出してもいいし、その近くにもあるんでね、飲食店どっか行きましょう。はい。ちょっとあっちゃんその辺りあんま詳しくないねんけどね、詳しい人がいてたら奈良県の人が結構いてると思うんで、ぜひぜひよろしくお願いします。そんな感じでね1月の1月何言ってんねん、3月の16日月曜日朝11時から、ジャンから大和八木駅店前のとこで、カラオケやりたいと思います。もちろん持ち込み OK なのでガンガン持ち込みしてください。お酒を飲みたい人持ち込んでくれても大丈夫です、はい、で食べ物持ち込んでくれても大丈夫です。まあみんなでそんな感じで持ち寄って楽しくやりたいと思います。では、皆様の参加表明お待ちしてます。ではまたね、バイバイ。マイナスなコメント、しょうもないことコメント、こんなカラオケいらないとかいう人、そんなコメントは受け付けないです。言い忘れた。来たい人だけ来てください。